この質問めちゃめちゃ多かったな。二次三次内で好きな先輩いたら教えてほしいです。これめちゃめちゃ多かった質問。これね、います。実はいます。ね、好きな先輩はね、もう正直に言うといっぱいいます。正直に言うといっぱいいます。もういっぱいいるんで、その名前を挙げるってなると多分、じゃあ挙げてない人はどうなんだってなっちゃうから、あえて挙げないんだけど、もう一人だけ挙げるとしたら、ちょっとすごい挙げづらいんだけど、なんでかっていうと ライバルがライバルがいるから、ちょっと挙げづらいから挙げるか悩むんだよね。言うか悩む、めちゃめちゃライバルがいるんだよね。でもそのライバルの先輩も好きなんよ。だから、いいなって思いつつ、でもその先輩も好きだから、なんかなんていうの、この気持ちわかる？ライバルだけど好きだけど、でもライバルそうなんよね。そう、正解コメント欄に出てた今。そう、トコ先輩が推しです。あー言っちゃった。あー、あー言わないつもりだったのに言っちゃった。あー言っちゃった。殺されるかな、大丈夫かな大丈夫かな、言っちゃったそうなんよね。どんくらい好きかっていうと、ボイスも買ったし、 T シャツも着てるあとノルニスの CD も買った。 CD 再生するやつうちにないけど、パソコンにも入らないけど CD 買った、まあ、ちなみにあの、もう本人には言ってあります本人に言ってあるので、あの鳩飛ばさないでね。新人ちゃんが好きって言ってたよってコメントしないでね、本人も知ってるからいや、なんか先に本人に言っておかないと迷惑かけるかなと思って、後々ね、後々迷惑かけるかもしれないって思って先に言った。だからみんなコメント欄で騒がないでね。あの、トコ先輩のとこでは。あ、フレニー先輩のとこでもダメだよ、言っちゃ。ダメだよ。ダメだからね。迷惑かかっちゃうから。ダメだからね。言ったからね、トールは。